監督、今日は都大会2回戦です。頑張りましょうね。さあ、今日の注目は川岸、栗山しかいなくねえか。片桐も良さそうだけど、片桐も良さそうかな。いや、やっぱ個人的には栗山なんだよね。オッケーオッケー。さあ、やっていこう、2回戦。いやー、恒例の確認いきましょう。93、板垣くんね。絶好調。うわ、片桐、ゼフ調。マジか。まあまあまあ、でもいけるでしょう。このメンツでいけるでしょう。何度言っても投手陣がね、ホームランバッター、そっか、投手陣がホームランバッターか。思い切った作戦でいこう。行くぜ。いやいや、うちの投手陣舐めちゃう困るよ。お待たせいたしました。さあ、2回戦目は八王子北ですね。第2回戦の模様をいやー、緊張するわ。高校チーム三塁側八王子。いやでもいけると思うよ。いけるかな。やっぱでも、まあ、結局は投手陣総合戦力 C やばいな。岩隈、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、聞いてなかった、それは見てなかった、ちょっと待ってよ。そうやってね、相手見るの忘れてたね。岩隈、バカじゃないの。右の岩隈登板です。バカじゃないの。立ち上がりに注目しましょう。バカじゃないの。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。はあはあ、なるほど。はあ。いや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 、バカじゃないの。なんで岩隈がいんの。何してくれてんねん。まあまあまあ、頑張っていこう。まあこれはどちらまでか流しかな、やっぱ。第9。岩隈だ。投げ方が岩隈だ。第2球。岩隈だ。うーわ、やめてくれよ。1年生だけど防御率 2点台とかいいね。投げました。いやー、ぬあーだよね。さすがに岩隈だもんな、相手が。うーわ、マジか。2点取られたわ。追いつきたいね。転がす？マジか。おお、いいね。全然転がしてないけど。オッケーオッケー。打った打ったよ。打ったけど全然点取ってくれない。守備ワンアウト二塁。ああ、板垣君ちょっと厳しそうだね。いや、速球じゃないな、変化球なんだな。臭いところ、うん、臭すぎるね。さあさあ、外角、おお、いい曲がりっぷり。さあ、おお、もう一回、もう一球続ける。ちょっと次まっすぐしな。ああ、いいね、セカンド正面、いいよ。さあ、あと一人、あと一人、あと一人、内角低めかな。低め中心の、いや、低め中心だと速球の方がいくか。おお、いいね、いいけどちょっと低すぎんな。厳しいね。ちょっとこれは変えなきゃ。変化球重心、内角だな。オーケーオーケー、入れてきた。いいよいいよ。ちょっと外から入れていきたいね。あー、それ外すぎんな。真ん中、あー、抜けてー。さすがに呼ばれすぎだよ。やばいね。バレたですか。これ熱血使っていこうか。臭いところ、外角中心。いいね。いいよいいよ。次、カーブかシンカーかな。シンカーだね。で、次もなんかシンカー続けそうだな。おお、まっすぐか。さあ、どうする。シンカーか。おお、全力。さあ、そして最後アウトローに進化か。次は5球目、投げました。おお、続けたね。変化球中心のみ。投げました。わー、お願いします、お願いします、お願いします。おお、フォアボールか。出しちゃったか。どうしようかな。長打警戒、変化球で、そうだね、低め中心いこうか。ここは長打に警戒します。いいね。
げました。おお怖いな、ど真ん中だよ。さあさあさあ、低め低め低め、いやー救われたね、うまく。でも大丈夫、セカンドフライ。 OK、 危ない危ない、なんとか抑えた、なんとか抑えた。いやー野手陣がね、もうもうなんか調子が悪いみたいだね。さあ引っ張っていこう。さすがに岩隈からじゃ難しいね。さすがにちょっと岩隈は無理だな、攻略できねえな。おー抜けろ、よし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 、オッケー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 、盗塁できるよ。なんでやらせて、おっとやらせてくれた。三塁三塁、西尾くんが打ってくれたね。さあ盗塁があるけど、いやさすがに無理だな。引っ張るか流すか、いやこれは引っ張るんだよ。うちのピッチャーは、うん、いいねいいね、うちのピッチャーはさすがだよ。なんでだろうな、なんでだろうな、なんでうちの投手陣打てちゃうんだろう。全員ヒットエンドランはバカじゃないかっていう引っ張りで、もうミート対応引っ張りでいこう。あー狙ってくれー、狙ってくれー。初球からいっちゃったね。高校チーム追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という大角中心だね。バッターは1年生米本、今日はここまで3打数1安打。大角 OK。 さあさあさあ、変わった変わった、ね、バスターか、バスターで5割すごいね、1年生で。しかもキャッチャー1番、なんでやねん、なんでや。さあ4球目、うん、4球目ストライク決まったね。さあ最後インコースか、5球目インコースで、最後最後アウトローにシンカーか、まっすぐまっすぐ打ち上げた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 だけだ。マジかマジか、まだ続くの。さすがにかわいそうだかも、変えてあげるよ。さすがに変えるわ。左だな、厳しいね。ルッツー速球じゃないな、変化球だな、緩急重視。ここはゲッツーシフトを敷きます。オッケーオッケーオッケー、ナイピーナイピー。第2球投げました、オッケー打ち上げた、追いつける追いつける追いつけるよ、オッケーオッケー。うわータッチアップされた、ミシーだ。打つねー、よう打つなー、引っ張ってるなー。引っ張り警戒、変化球中心の、内角引っ張ってくんだよ、内角だろ、臭いとこだな。ここで引っ張りに警戒した守備陣、オッケー、これは引っ掛けた。今村ボールを掴んだ、引っ張り警戒すぎたねー。さらに1点追加、6対1。ダメだよ、焦りすぎだよ。今日は安打を放っています。もうバカじゃない、速球でいこう。オッケー、もう一球もう一球もう一球続けよう。オッケーいいね。さあ最後最後変化球で緩急、オッケー。さあ取ってくれ取ってくれよ。高校チーム追う展開で迎える7回です。ここはもういやー まだ取っておきたいな、流しかな。第9頑張れ、投げました、初球を打ちました。僕ドラえもん、また守備っすか。八王子リードで迎える8回です。どうしようかね、どうしようかね。今日はここゲッツー、変化球ファイトして低め中心かな、いや緩急だ。さあここはゲッツー体勢を取ります。いけるかな、第2球投げました、オッケー。少し意識しすぎたか、いいボールだよ。でさあ次はアウトローかな、投げました。いやインコース攻めるね。さあそうどうする、最後まっすぐ全力か。第4球を投げた、ストレートいいね、いいね、外角中心か、なるほどいいじゃないか。第9
インローギリギリいっぱいストライク。インロー来たね。スクリューか。なかなかいいね。入り込んでくれたのはいいね。いいね。いいね。いいよいいよ。玉田いいよ。玉田。おわあ惜しいね。最後まっすぐ高めかな。第4球は打ちました。おお。今村取った。オッケーオッケーオッケー。さあと残り2回だ。打てない。打ってるね。高校チーム大展開で迎える8回。マジか。究極の思考だ。さすがにここから取っておかなきゃな。岩隈83球ってすごいエゴ投球だな。マジか。今村が出てる。マジか。引っ張ろう。いいよいいよ。見てこ見てこ。打てる球を打っていきなさい。スプリットね。なんでスプリット覚えてんだよ高校生ごときが。うわー怖い。追い込んで投げた。さあさあさあ2 and 2。あーマジか。スプリットだったかな今の。究極の思考。川岸くんいけるよ。川岸くんどうしようかね。引っ張るか流すか。これ流した方がいいかな。引っ張るか最初は。第9投げた。もう行ってくれ。お願いします。投げた。2球目ストライク。さあさあさあ。おお3球目ストライク。バッター追い込まれ。いやこれは流すか。これは流すか。追い込んでから投げました。打ち上げたね。ライト線グーッと打ち上げたか。取ってこれで3アウト。いやーやっぱ厳しいな。結局1塁残塁。さあ9回裏。9回の裏。皆川君。5点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは皆川。ああもういない。ここまで3打数1安打。もういない。マジか。買い上がって勝手に黄色い声援。黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。結局引っ張っていくか。引っ張ってこう。第9。投げました。早い。アウトローへ。早いな。早いな。投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。任せてみるか。打ち上げた。取りました。くそー。ランナーはありません。バッターは1年生。平井は意外に打てている。平井はお祭り男。マジか。何任せろって。分かったよ。投げました。見送ってストライク。俺は生徒の選手の一緒に任せるぜ。初球ストライクから第2球投げました。本当にいいの大丈夫。俺心配でちょっと怖いんですけど。投げた。投手が投手だからね。おっとおっといいよ。来たね。来たよ来たよ。ピッチャーのエラーが記録されます。あーどうしようかね。ここで絶不調片桐くん。お任せ。ヒットエンドラン。ヒットエンドランはないな。ああ間違えた。結局お任せ。第9。いいよいいよ。ピッチャービビってるよ。第2球投げた。おっとピッチャー入ってないよ。ほんとビビってるよ。第3球を。ほらピッチャービビってんぞ。ピッチャービビってんぞ。投げた。見てっけ。君塚ボールを。そこは指示した方が良かったか。ここは意地を見せてほしい。ここまで2安打の栗山。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。引っ張る。第9投げた。ボール。見てこ見てこ。いやまだいっか。さあ次の投球アウトロー。オッケーオッケー。見てこ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 。投げた。いいよいいよ。いやピッチャービってんぞ。投球これから4球目。見送ってストライク。まだ待て。次が5球目。入れてきた。なんと会場を見せてほしいところです。お願いします。うわもう思いっきりボール球じゃん。外崎そのままベースに入ってスリーアウト。試合終了です。高校チーム力及ばず敗れてしまいました。岩隈見事な完投勝利です。残念ながら2回戦で敗れました。岩隈はずるいって評判が下がった。監督今日はいよいよドラフトの日です。
うちから誰か選ばれるのでしょうか。いや3年はね特にそこまでないけどな。ね、ですよねですよね。誰もかからない、誰も当たり前に覚悟していたとはいえ、みんなショックありありといった顔で、普通で当たり前だよなんでそこ期待すんねん。